の武田獅子丸。さあ、そして伊勢市の花寺ちゃん。どんどん行きますよ。鹿児島県四地区観光連絡協議会観光 PR のお茶村井、そして霧島ふるさと大使さん、山本かなさん、鹿児島親善大使森山春菜さん、指宿菜の花レディ琴川恵美さんです。そして熊本市からは日の丸くん、そして熊本観光親善大使の佐藤里和さん。さあ、少し待ちましょうか。あ、とっても可愛らしいキャラクターが勢ぞろいしてきますよね。もっともっといっぱい出てきますので、皆様ご期待ください。さあ、続きましては外観山陰山陽から岡山のおもっち、ブラッチ、島根の島根っ子、山口のチョルル、広島の北蔵のみんなです。さあ、続きましては柳井市雇用創造協議会の晴れ丸、そして広島宮島岩国地方観光連絡協議会のソラピーとミス岩国の小田亮さんです。四国からは渡る琵琶湖近衛地観光圏協議会琵琶湖ビジターズビューローからは秀吉くんです。さあ、そして日本アルプス観光連盟のミス松本幅夏子さんです。続きまして、バルシステム生活協同組合連合会の本選くん、愛知プロモーションブースからは愛妻さん、そして小牧築城アイドルの皆さんです。続きまして、成田市からはうなりくん、成田国際空港株式会社からはくんたん、そして最後に東芝からはたぬです。さあ、みんな出るの間に合ったかな。今回は以上の皆さんが駆けつけてくれました。さあ、それではここで展示ホール B を代表して愛知プロモーションブースの小牧築城アイドルのお二人から意気込みを伺ってまいりたいと思います。それでは小牧築城アイドルのお二人、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私たちのいる展示ブース D では、この日本旅フェア、旅フェア日本2013の会場の玄関口として、旅へ向かう飛行機や電車、また旅の準備に必要な、各地のご当地のさまざまな情報をたくさん集めて待っております。皆様が展示ブース D に足を運んでくださるのを待ちます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。とっても可愛らしいお二人からのコメントをいただきました。さあ、ステージがだいぶ華やかになっていきましたよね。さあ、さらに続けてまいります。続いては展示ホール C です。展示ホール C には着地型旅行エリア、伝統工芸エリア、スポーツアウトドアエリア、日本のくつろぎエリア、お腹満腹エリアの5つのエリアがあります。伝統工芸エリアにはさまざまなワークショップコーナー、スポーツアウトドアエリアには自転車に乗るために利用スポーツサイクル体験コーナーと題して、全国のサイクリングコースを疑似体験できるコーナー、そして日本のくつろぎエリアには旅フェア日本温泉巡り、名湯泉質気球体験コーナーなど、各エリアテーマに沿った楽しいブースやコーナーをご用意しておりますので、皆様ぜひ足を運んでみてください。そしてお腹満腹エリアでは全国ご当地丼選手権予選会も行っております。こちらは弁当チケットの購入が必要ですが、皆様の一票で決勝進出の丼が決定します。さまざまなオリジナル丼がありますので、こちらも合わせて皆様足をお運びいただければと思います。さあ、それでは続いて展示ホール C からこちらのステージに駆けつけてくれた皆さんをご紹介してまいりましょう。さあ、まずは田島ふるさとづくり協会の源水馬の源さんです。源さん、こんにちは。さあ、続きましては日本三名泉下呂温泉の下呂グループ、かわいい、こちら
自然体験学校の八重瀬のしーちゃん、黒田寛平ゆかりの都市、こちらからは寛平くん、そして黒川くん、白丸姫、そして福岡黒田武将隊の皆さんと姫路のお城の情報、大川えりかさんです。展示ホール C からは以上の皆さんが駆けつけてくださいました。さあ、それではここで展示ホール C を代表いたしまして、黒田寛平ゆかりの都市ブース、姫路のお城の情報、大川えりかさんから意気込みを伺ってみたいと思います。大川さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。兵庫県姫路市から参りました、私第46代姫路お城の女王の大川えりかと申します。私たちは黒田寛平ゆかりの地、中津市、瀬戸内市、福岡市、長浜市の皆さんと展示ブース C に出展しております。展示ブース C にはグルメや温泉、福島県ブースの福島八重隊の皆さんから意気込みを伺ってみたいと思います。
山本